10ハドソンヤードはニューヨーク市マンハッタンクハドソンヤード再開発地区にある超高層ビルである。別名はサウスタワー。2016年に完成した。ヘルズキッチンやチェルシー地区やペンシルベニア駅、ニューヨーク市中央郵便局と隣接する。コーチ、インクがメインのテナントであるため、このビルは非公式にコーチタワーと呼ばれることがある。 ハドソンヤード再開発プロジェクトは、コーン・ペダーセン・フォックスによって、基本計画が策定された16機の超高層ビルなど1270万平方フィート以上の新しいオフィス、住居、小売スペースを含む大規模再開発計画である。6ミリオン平方フィートの商業用オフィス施設、2階分のレストラン、カフェ、スーパー、 バーなどを含む75万平方、フートの小売施設、ホテル、文化施設、5000ユニットのマンション、750席の学校、そして14エーカーのパブリックスペースが建設予定である。10ハドソンヤードはこのプロジェクトで最初に完成したビルであり、この地区に新たな客を呼び込むことが期待されている。ビルの設計はコーンペダーセンフォックスである。 10ハドソンヤードの起工式は2012年12月4日に行われた。基礎工事は2013の上半期まで行われ、タワー上部構造の建設は2013年8月に始まった。掘削作業を通じて7万立方ヤードの土砂が除去され、1万千立方ヤードのコンクリートが注入された。タワーの建設は EN チューター・ペリニの関連会社が2013年3月に受注した。このタワーがハドソンヤードの中で最初に建てられた理由は、ハドソンヤードの建設地であるウエストサイドヤード、車両基地の人工プラットフォームの上空ではない場所に建設されるビルであるためである。2014年3月には、ビルの建設は100フィートの高さを超えた。 2015年2月には27階の高さに到達した。2015年4月には32階の高さに達した。2015年11月、このビルは完成時の高さの52階に達した。10ハドソンヤードの南側のファザードは30丁目をまたいでハイラインへと接続しており、ビルの入り口の一つはハイライン上に位置している。 このビルのメインテナントは高知で9階から24階の737,774平方フィートを占める。その他のテナントはロレアルや SAP でそれぞれ40万2,000平方フィートと11万5,000平方フィートを占める。地元のスーパーマーケットフェアウェイはビルの仮想外4万5,875平方フィートを占めることになっている。バナーメディアもまた テナントとして決まっている。10ハドソンヤードのすぐ北の5階建て75万、平方フィートの商業施設ビルには、デパートや映画館が入ることになっている。この施設は、EN、エルクス・マンフレディ・アーキテクツによる設計である。ありがとうございます。